オペラミニ3は、モバイルブラウザの一例モバイルブラウザとは、携帯電話や PDA などの携帯機器向きに設計されたウェブブラウザ。マイクロブラウザとも、小さい画面で効率的に Web コンテンツを表示するよう最適化されている。メモリ容量が小さく通信帯域の狭い、携帯機器でも快適に動作するよう、メモリ使用量を少なくする必要がある。 通常のウェブブラウザの機能を削減したバージョンと言えるが2006年現在 CSS2.1 JavaScript AJAX といった技術に対応したモバイルブラウザも登場している。モバイルブラウザは携帯電話もあるいは無線 LAN 経由で TCPIP 上の HTTP を使う。表示できるページは HTML、XHTML モバイルプロフィール。 WML などで書かれたものである。日本では HTML のサブセットであるコンパクト HTML および HTML を閲覧可能な i モードが NTT ドコモによって定義された。WAP2.0 では W3C の標準である XHTML と CSS を携帯機器向けに修正した XHTML モバイルプロフィールと WAP、CSS が定義されている。 最近のモバイルブラウザは、普通のウェブブラウザの機能をほぼ、すべて備え、HTML、CSS、ECMA スクリプトに対応し、Adobe Flash Lite のようなプラグインが利用可能で、さらに携帯機器向けの技術である、WML やコンパクト HTML にも対応している。このようなモバイルブラウザを、フルブラウザとも称する。WAP や NTT ドコモの i モード。 オープンウェーブの HDML など、いわゆるモバイルブラウザ技術は、初期の携帯機器におけるデータサービス手段として発達した。1997年、イギリスの STNC 社は、ヒッチハイカーと呼ばれるユーザーインターフェース全体を提供するマイクロブラウザを開発した。これを実装した実証用のプラットフォームの処理能力は、わずか1ミッ p スだった。 1999年、STNC は、マイクロソフトに買収され、ヒッチハイカーは、マイクロソフトモバイルエクスプローラー2.0となった。これは、マイクロソフトモバイルエクスプローラー1.0とは、直接の関係がない。ヒッチハイカーは、統合されたレンダリングモデルを持つ、最初のマイクロブラウザと考えられ、HTML、WAP、ECMA スクリプット、 ウェメルスクリプトなどが描画できるとともに、POP3 と imap の電子メール機能も一つのクライアントに備えていた。使われることはなかったが、HTML と WAP が混在するページを描画することもできた。1998年、日本の奥一歩はパルモス向けのフリーなブラウザ、パルムスケープを開発した。2001年、iMode 互換機能などを追加した。 モバイルエクスプローラー3.0がリリースされた。オッタデータベース同期、プッシュ型電子メール、プッシュ型情報クライアント、PIM 機能などを備えている。ソニーエリクソンはこれに各種機能を統合して CMD Z700 に搭載しようとしたがキャンセルされた。モバイルエクスプローラーの開発は2002年に終了した。オペラソフトウェアはスモールスクリーンレンダリングとミディアムスクリーン。 レンダリングといった携帯機器向けの技術を早くから開発していた。オペラブラウザーは小さい画面に通常の Web ページを描画できるよう最適化されている。Ajax を最初にサポートしたモバイルブラウザでもあり、a シ h ト2に初めて合格したモバイルブラウザでもある。ありがとうございます。